い、皆さんこんにちは、大瀬です。今回はちょっと取り急ぎの動画になりますが、先ほど琉球ゴールデンキングス対千葉ジェッツの戦いが終わりまして、ゲーム2琉球ゴールデンキングスが逆転勝利しました。バスケットライブ見ててめちゃくちゃ感動しました。本当に涙が出そうになりました。4クォーターで最大のピンチが訪れたんですけども、それを見事乗り越え、琉球ゴールデンキングスが千葉に逆転勝利しました。これでまた望みがつながり、ゲーム3が開催されます。このゲーム2の感想、ちょっと感情的になっちゃいますが、述べていきたいと思います。もしよろしければ最後までご視聴並びにチャンネル登録よろしくお願いします。まあ、今回の試合っていうのは、まあ本当に負けてしまったら後がない琉球ゴールデンキングス。今回はこの第1クォーターから岸本選手中心にゲームの入りが素晴らしく、いきなりまあビッグランをかますっていうことができたのが本当に良かったと思います。まあ、それでやっぱ最初のスターターの富樫選手、佐藤選手のまあちょっと立ち上がりがよろしくなかったので、まあそこで琉球がまずは優位に立てたのが非常に良かったと思います。まあ、これで10点差をつけて第1クォーター終わったんですけども、まあそこはまあただではやられない千葉ジェッツ、まあセカンドユニットのやっぱ強力さっていうのが改めて千葉ジェッツ素晴らしいと思います。このセカンドユニットの活躍が千葉ジェッツが劣勢になっていても、すぐに主導権を握り返そうとして、この千葉ジェッツの活躍で徐々に点差を縮められて、途中千葉ジェッツが逆転して、まあ、琉球が後を追う形になりました。そして今回の最大のピンチと言いましたら、4クォーターの残り4分少しでジャック・クーリー選手がファールアウトしてしまうというところです。これを見てて一番絶望はしました。ここでジャック・クーリー選手抜けてしまったらどうなるんだっていう思いもあったんですけども、そのかすかな希望でこの5月5日のやっぱジャック・クーリー選手がいなかった試合っていうのもまた思い出しました。ジャック・クーリー選手がいない中、ドゥエン・エヴァン選手とキム・ティリ選手の活躍で千葉に食らいついたあの5月5日を再現してほしいというふうに願いはありました。それでもドゥエン・エヴァン選手がまあプレー中にちょっと左肩も怪我してしまい、まあ、プレー中気にする仕草も見せていたので、やっぱそこの心配もございました。それでも琉球が8点差で負けていたんですけども、徐々に点差を縮めていったところが、琉球の意地、負けてたまるかという思いが画面越しでもひしひしと伝わってきました。まあ、その逆転のきっかけ、まず最初呼び込んだのがみんなで守るディフェンス、まあ、みんなで守るディフェンスで、特にやっぱゲーム1とゲーム2圧倒的に違ったのがやっぱリバウンドの数。ゲーム1ではもうリバウンドでセバスチャン・サイズ選手筆頭にちょっと主導権を握られたんですけども、今回はリバウンドのトータルの数で琉球ゴールデンキングスが勝りました。まあ、ジャック・コリス選手、ドゥエン・エヴァン選手もリバウンドに積極的参加も当然なんですけども、ここで牧選手のオフェンスとディフェンスのリバウンド、ここで琉球ゴールデンキングスが1回の攻撃で終わることなく2回3回続けるかっていうのが、まあ、琉球ゴールデンキングスのまた勝利の要因のまずは一つになっています。そして琉球ゴールデンキングスがより一層気が引き締まったのはジャック・クーリー選手のファールアウト。ここでジャック・クーリー選手のファールアウトをさらにネガティブなイメージを持っていたら、琉球ゴールデンキングスが千葉ジェッツにずるずる差を離されてしまって、千葉ジェッツがまあ勝利するかなと思ったんですけど、逆にジャック・クーリー選手がいないさなか全員でディフェンスを頑張っての、そこから点を入れたというのが非常に良かったと思います。ここぞという時に岸本選手のパスフェイクからのスリーもそうですし、やっぱ逆転の風を吹かしたのがこちらのキム・ティリ選手。キム・ティリ選手のあの逆転のスリー、そして積極的にリバウンド参加し相手のファールを誘発させた、そしてフリースローもきっちり決めての千葉ジェッツにとどめを刺したのが良かったと思います。そして何よりその流れを最初から構築していった影の立役者が僕は田代選手かなと思います。田代選手が富樫選手のマッチアップの時に1対1でディフェンスで勝利し、そのまま速攻に持っていったのと、最後焦る千葉ジェッツのパスをカットしての最後ダメ押しの一発を決めてくれた田代選手、キム・ティリ選手と田代選手の食らいつく姿勢が琉球ゴールデンキングスに逆転の風を吹かして、そして4クォーターで大逆転勝利を決めてくれたと思います。最後のインタビューでもドゥエン・エヴァン選手が日本語でインタビューに答え、ファンブースターの皆さんの士気を上げ、そして岸本選手の男を見せたというところで、より一層ファンブースターも一体感が増していると思います。応援中もやっぱファンブースターの皆さんの一体感が相手千葉ジェッツのフリースローを外すという現象が起こりましたので、ファンブースターの皆さんの力も琉球ゴールデンキングスの勝利に見事後押ししている展開になりました。そしていよいよ明日ゲーム3が開催されます。ゲーム2で逆王手を決め、このゲーム3で勝利し、琉球ゴールデンキングスが横浜アリーナへ向かい、チャンピオンシップファイナルに進めるように明日も全力で応援頑張っていきます。本日の動画は以上となります。ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録高評価よろしくお願いします。以上です。